She goes her own way, like I don't give a damn, girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks. It goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives her crazy when she's looking like that. The way she's moving makes her want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. On both her ankles, 21 pilot t-shirt, got some stuff. Goddamn, she's so fly, knows how to write a good song, at least better than this. Cause if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Come on and give it a shot, but you'll be missing the cut. I think she knows that. はい、どうぞ。なんかおる。あがりー、くさーくさー、次はくさめっちゃ楽しい。やっと設営終わりましたね。終わりましたね。やっぱり安定の3時間以上かかる。安定の3時間以上かかる。いやー、でも富士見れてよかったな。うん、なんか天気予報的にはもう上がるのかなって思ったから。そうやね、ほんまに。どうですか、初めての麓っぱら。麓っぱら来ましたね、キャンパーの聖地来てしまいましたね。麓っぱらなんかあったんやろね、カメラなんか結構撮影ちょっと気をつけてねっていう感じだった。そう、だから喋りかけたりすな。まあまあ、なかなか喋りかけることないけど。ない、うん、ほったらかしと麓っぱらのニュアンスが似すぎててたまに間違えんねんけど。いや、壮大やわ、うん、ほんまに草原すごいよな、うん、なんかめっちゃおんのにめっちゃおる感じがせえへん。ここはうちらが張ってると牛とかも見えるし、放牧してる。見えへんしや。え、そこやで、あっちやで、おるで。茶色とか黒とか。ああ、めっちゃおる。おるやろ、うん、牛めっちゃおる。おるやろ。じゃあナイスキャンプ始めちゃいますか。始めましょう。始めましょう。なんか天気予報では夕方から雨らしいから、うん、お昼ご飯しましょうか、じゃあ、ね、あ、はい、しましょう。しましょう。用意しましょう。まだ3時じゃない。ママ今何作ってんの？おそうめん。またカレーがいい。それにしようかな。うまそうじゃないですか。なあ。私がコンビニ行ったのにめんつゆを買ってけへんばっかり。一番の目的やで、めんつゆは。そうや。一番の目的を忘れるっていうか。おぼりやおがめんつゆ買いに行ったのに忘れて、じゃあソーラーメンにしようかって。ソーラーメンもめんつゆ入ってますね。あ、これここに入れていいの？こんなもんかな。なんか急遽スープを作ってみたい。すっげー。おお、茶色いお湯ですね。どうなんやろな、ちょっと分かれへん。とりあえず食べてみましょう。うん、濃いめに
つけ麺やから濃いめにせなあかんねんけどな。どうでしょうか、オリジナルつけ麺は。うん、やばいやばいやばい。カルタン食べてみて。つけ麺え、カルタンだけないん、うん、うまい、これラーメン。そんなん関係ない。うまい、これラーメン。ハル、食べて。おいしい。ドレブリズレ、うん、決まり連れてきたかった。うん、なあ、これそうめんの10倍うまいで。どう、ハル？うまいよな。うまいよな。え、全部食べれば一人で。そうめんはまずいのに、なんでこんなうまい？ほら、それな。あんたそうめん好き言うとった。ハルタは結構そうめんでも食べれる派やん。なんでそうめん食べられへん。これはすごいよ。ラーメンこんなおかわりしたことないもん。あ、かも。こんにちは。なんか困ってます。今無料で朝日のスタイルフリーをお配りしておりまして、はい、20歳以上の方でお二人ですか？はい、他にもいらっしゃいませんか？あ、いません。いません。じゃあお二つ持ってきます。ありがとうございます。なんでちょっと手振ってんの？ちょっと引いてたやん、お姉さん。椿見えるかな。何やねん、引いてたそば、やっぱそっちの方は。そういうところ。ネギ、ネギ食べて返して、それ。ネギ食べて返して。選び口から失礼します。ありがとうございます。こちらの QR コードのアンケートになっておりまして、はい、お答えいただきますと抽選で100名様に24巻ワンケースプレゼントしますので、ぜひあのご自宅の方にお届けしますので応募してみてください。はい、アンケートお願いします。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。わ、すごい。早速お姉さんたちからいただいたあの糖質ゼロの朝日までお願いします。誰がおじさんや？おじさんや。え、おじさん？俺。おじさんやで。自覚して。ほんま？え、そんなおじさん？おじさんって言われとった。言われとった？そんなおじさんかな。自分のことおじさんやってあんま思ったことない。え？やばい。え、39歳でおじさんじゃない？40歳です。40歳。40歳。うん。ママいつも言ってたもんな。ママババやから。それが、はい、自分で乾杯。初めてのふもとっぱらに乾杯。はい、乾杯。やっぱやめるわ。スタイルフリー糖質ゼロおすすめですよって。24キロカロリー、うん、うまっ。もう寝てるやん。聞いて。何が来ます？下にいっぱい虫おるもん。いつもあの家でシャワーやん。シャワーだけやん。はい、上手にできました。え、3人分それで。パパさんのケーキ食べる。え、そうなん？これママのやで。いいよ別に、どっちでも。ママ美味しいやろ。ママ、うん、どっちかが食べれたらいい。うん、超うまい。うむ、これはうまい。焚き火ブレンドやろう。すごいな、これふもとっぱらの何ミルクスフレ、うん、
うまっ。うまいわこれは。買うときに買って帰りたい。うん。10個ぐらい。うまい。うまい。どら焼きみたい。どら焼きの5倍うまい。これ初めて。おいしい。一番前はプリン。これ美味しい。え、プリンそんなにうまい。はるかちょっとプリン食べさせてもらっていい？口に入れたら作れんの？ありがとう。全然大丈夫やけどパパは。何はるね。めっちゃうまい。やばいな。うん。めっちゃプリン。いいやん別に。どう？あ、プリンもうまいな。うん、お菓子店営む気？おいしい。だってカフェも充実してたもんな。うん、うまっ。今にと。うん。これすごいわ。うん。プリンあんまり好きじゃないけど。え？好きになった。このプリンうまいろ。うん。やばい。奥に行くにつれて食べ。それな。ちょっとだけ明るいの見せられるとテンション上がるな。うん、めちゃくちゃいいやん。え、ちょっとだけ明るい、うん、ちょっとだけ明るいで。いいね。やんでる今。いいね。いっといて歯磨き。今の間に行くわ。オッケはい、チャンネル登録。
登録、グッドボタンよろしくお願いします。また会いましょう。バイバイ。じゃあ皆さん最後は恒例のバイセンキューで元っ腹からのバイセンキューで終わりましょうか。じゃあね、はいどうぞ。たまにはやりましょうよ。私世代ちゃうからな。世代や、俺より世代や。世代ちゃうから。はい、じゃあ、はい、またあくまでバイセンキュー。俺の焙煎球が滑ってるみたいな感じになれへん。一緒にやってくれな。滑るもん嫌や、もらい事故嫌や。滑ってないしな、もらい事故嫌や。一回も滑ったことないから焙煎球。雨やな、雨やな。